こんにちは。こんにちは。ただの余興なんでさっさとやっております。はい。話したいことありました？いやー、少しずつ街も寒くなってきましたね。はい。ね、風邪をひきやすい。シオンくんのことをそんなちょっと気になりますね。いや、っていうのもなんか急にこいつが弾き語りやりたいって言い出すものですから、何これ早くやろうじゃん、もうダメ。あ、打ち上げのお金待ってます。あ、あとそうだ、あのなんで俺、なんで全部喋ったら滑るみたいになったのね、あの2週間ぐらいミーティングができなかったんですけど、今言いますけど、あの急遽冬の12月14日に大運動会を開催する運びになりましたので、はい、ぜひぜひあのスタンプをしてください。場所はクイズグランドを予定しております。種目はまだ言えないですね。応援団も募集しております。はい、今多分10人ぐらいしかいないのでちょっとそれは悲しいんでね、来てくださいね、はい、っていう話はさておき、はい、じゃあじゃあいきますか。ゆずの、いつかって曲をやりたいと思います。はい、じゃあいきます。街の風も冷たくなってきたから、風を引きやすいあなたのことが気になります。冬の匂いが僕を通り抜け始めると、溢れるほど切なくて会いたくて、傷つきながら
誰もが目をつぶり一人ぼっちになりそうになってももう大丈夫だからいつかまた大きな波があなたを連れ去ろうとしても全ての力使い果たし駆けつけてあげるから